あ、そうそうそう。で、追加です。追加なんですけど、例えば宿毛矯追加です。例えば宿毛矯正とかやるときに、要は結構熱が足りないときがあるんですよ。すごい毛量が多かったりとかですね、結構毛の量ある方は温度が落ちるんですよね。で、こう温度の、測定がついてるやつで温度が分かるんですけど、結構落ちるんですよ。で、温度落ちるとちょっと伸びなかったりする時もあるので、結構こう例えばアイロン入れる時に、まあ、これ今熱入ってないんですが、まあこういう風にアイロン2つでちょっと見えますかね。ちょっと今熱入ってないんですけれども、宿毛をやるときに、まあこう2本のアイロンを使っていくっていうことで、まあうちもやってはいるんですが、このような感じで角度をちょっとこうつけたりとか、例えばですけど、まあいろんなやり方がありますよね。多分片面熱なくしちゃったりして R 入れることもできますし、まあいろいろ方法があるんですけど、まあこう2つでやっていくと、まあこのワイドアイロンみたいな感じになるわけですね。で、熱をまあ落とさないような感じにしていくと、結構宿毛矯正って時間が取られると思うんですよ。矯正のアイロンタイムって皆さんどれぐらいでやってるかわかんないですけど、結構時間取られるんですね。で、結構ロングで、まあリタッチだけだったらいいんですけど、全体に矯正入れる方とかだとアイロンタイムって結構時間かかると思うんですよ。で、そこでやはり2本のアイロンを使っていくことによってスピードも上がりますし、まあ結構効率が上がります。で、まあいろんな方法があるんですね。こう1回ずつ置いてやる場合もありますし、まあ、僕は結構持ってやっちゃうんですけど、じゃあコームどうやって持つんだとかね、いろいろ方法がありますよね。1回置いて、でコームで取って、止めてから2つ持ってやる。でもその時に、ここのよれたりとかするのはね、どうするのとかいろいろあるんですけど、まあ、いろんな方法があるんですよ。僕は結構この小指にサックつけるんですね。ちょっと今持ってきてないけど、ここにサックをつけて、こういうふうにシュッて通りやすくして、やったりとかします。そのままこうで、ちょっとアイロンに工夫してテンションかかるように、アイロンのラバーのところをちょっと工夫して、テンションかかることによって、もつれをなくしたりとかするとコームが必要なくなるんで、小指のこの小指につける、よくコンローとかするやつがあるんですよ。ブレーズとかそういうのをやるやつがあって、それを指につけてここキュッと入れてアイロンこう入れるんですよね。ちょっと今日 の内容はこれ今更聞けないっていう話じゃないですね。これ今更っていう問題じゃないんで、結構難しいこと言ってるかもしれない。アイロン2丁使うと矯正のスピードがまあ速くなるっていうようなことを、まあ、伝えたかっただけなんですけど、かなり違いますよ時間。下手したら20分ぐらい短縮できるかもしれないですね。だいぶ熱も入りますし、スピエラ矯正とかだったら、またちょっとね、ドライ水分量をコントロールするお店もあると思うんで、まあ、ちょっと完全ドライなのかそうじゃない場合もいろいろあるんでね、その時によってちょっと違うと思うんですけど、まあいろいろいきます。あ、でこいつはあんまり根元攻めると根元これ蒸気がこれあんまり逃げないんで熱いんですよね。これ火傷しやすいんで、ちょっとこれは
これはこれでねすごくいい使い方ができるんですよね。なんでこれちょっと僕小林さんという方からいただいたんですけど、ありがとうございます。で、まあ、こういう縦にこう縦縞が入ってる、これノビーのアイロンなんですけど、縦縞入ってるやつはシュッとこう逃げてくれるんですよ、うん、あそう、あ結構そうだ、アイロンあれですよね、皆さんアイロン何買っていいか分かんない人とかいます。